どうも、こんにちは、水にゃんです。本日の動画なんですけれども、今日の動画はですね、いつもとちょっと趣向を、変えて、で、まあ、僕のですね、YouTube の、収益について、お話をしたいと思います。で、僕、今ですね、YouTube のチャンネルが2つ、あるんですよ。で、このメインチャンネルの方は、チャンネル登録者数が18万人。で、サブチャンネルの方は、大体ですね、1万数千人と、なっております。で、まあ、実際ね、じゃあ YouTuber って、じゃあどれくらい稼いでるんですかって、よくね、僕自身こう聞かれるんですよ。で、まあ僕チャンネル登録者数、まあ2つのチャンネルで合わせて、まあ大体まあ20万人ぐらい。で、20万人ぐらいのチャンネル登録者数の YouTuber が、じゃあいくらぐらいこう稼げるのかっていうのをですね、まあ参考として、話していきたいというふうに思います。で、僕の動画なんですけど、大体ですね、1本出すと、毎回毎回平均の再生回数が、2、3万再生ぐらいなんですよね。で、1ヶ月に、メインチャンネルで、出す動画の数が、大体ですね、30本ぐらいとなってます。で、サブチャンネルの方はですね、そのメインチャンネルよりも、ちょっと多くて、で、まあ大体ですね、40本、50本ぐらいの、数字になってます。1ヶ月で大体ね、80本ぐらいね、動画出してると思うんですよね。ただですね、ここ最近で新型コロナウイルスの影響とかがあって、YouTube に広告を出す企業がどんどん、減ってきてます。で、みんなもね、週刊誌とかで見たと思うんですけど、YouTube の収益、これ減ってます。で、あのね、まあ、その大手 YouTuber 事務所、これ日本で一番大きい事務所の UM、あそこの決算が赤字だったんですよ。で、UM のそう決算資料とかを読んでても、実際1再生あたりの広告単価、これ減ってるっていうことが分かりました。で、僕自身もですね、じゃあ大体なんか1本の動画で1再生、今まで平均でこういくらぐらい広告収益があったのかというとですね、で、巷ではね、1再生あたり 0.05 円から 0.1 円だよって言われてるんですけど、それはね、もう全くの嘘なんです。はい。もう嘘です。大嘘です。で、まあ YouTuber のこの1再生あたりの収益のこれね、あの決め方なんですけれども、例えばですね、そう動画、1本の動画の時間であったりとか、1本のこう動画をね、1視聴者が平均でこうどれぐらい再生してるのかとか、で、いろんなですね、その要素とかで、その判断されます。で、あとはですね、これ大人向けなのかとか、子供向けなのかとか、まあ、視聴者層ね、これどの辺にこうね、偏ってるのかっていうことも、大事だったりとかします。で、YouTube はですね、結構その大人がね、たくさんこう見るね、チャンネルとかはめっちゃ稼げるんですよ。で、なんでかっていうと、ね、商品とかの広告が流れたりとかした時に、その商品を、買うかどうかの、こう財布の紐を握ってるのは子供よりも大人じゃないですか。だから、その YouTube 自身も大人の視聴者の方には、やっぱり広告をね、出したい、出してあげようということがあったりとかしてて、で、結構視聴者層が大人が多いチャンネルっていうのは YouTube でも、稼ぎやすいです。で、一方でですね、やっぱ子供が多く見るチャンネルというものは、まあ大人向けのこうチャンネルよりも、そのあんまりこうね、稼げない、傾向にあったりとかします。で、実際ですね、まあ1再生 0.1 円ぐらいだよっていうのは、これね、まあ誰が言い出したかっていうと、確かね、僕、柴田さんだったと思うんですよ。で、まあこれもね、多分ね、5年ぐらい前に、柴田さん自身が YouTuber は1再生あたり 0.1 円だよっていうことを言って、で柴田さんやっぱ影響力があるじゃないですか。で、当時、その YouTuber の収益をこういう形でこう発表する人ってなかなかいなかったので、だからやっぱ柴田さんのね、その、説、柴田さんの、ね、そのね、動画っていうのが、まあ今でもこうやって、まあ広まってて、あ、YouTuber って 0.1 円しか、
こう稼げないんだっていうふうに、まあ、思われたりとか、まあ、してます。で、現実じゃどうなのかっていうと、僕の、チャンネルなんですけど、大体ですね、9割が20代です。20代以上です。大人です、9割が。で、10代の人たちは、まあ、10% もいなかったりとかするんですよね。なので、まあ、結構ですね、まあ、広告の単価に関しては、まあ、高いと。うん。だから、まあ、その、コロナの時期を、除くとですね、まあ、コロナの時期を除くとっていうのもなんか変なんだけれども、まあ、その、コロナの時期のちょっと、前ぐらいか、前ぐらいの時は、1再生あたり、だいたいね、0.5 円から0.6円ぐらいでした。で、コロナの時期はね、1再生あたり、0.3 円とか、で、4円とか。で、今はね、まあ、ちょっと、もうようやく、まあ、戻ってきて、だいたいね、1再生あたりが 0.4 円とか、0.5 円とかに、まあ、0.5 円であることが多いかな。で、まあ、先月の、こう、僕のですね、YouTube の収益なんですけれども、だいたいですね、これ具体的な金額って言えないんですけれども、まあ、上場企業の、まあ、そのサラリーマンの方の、平均ボーナスの、1.5 倍ぐらいです。はい。で、まあ、実際僕の場合は、こうやってこう、顔出しもしてるし、で、まあ、ここを今住んでるというかね、まあ、ここを、まあ、仕事で使ってる、まあ、事務所なんですけれども、まあ、ここもこう特定されたりとか、結構、まあ、そのプライバシーというものが、まあ、たくさんのところにね、流出しちゃったりとかする。で、それが、まあ、本当であろうが、まあ、嘘であろうが、まあ、どっちでもね、あるんだけれども、で、そういうこう、リスクと引き換えに、まあ、この金額って、じゃ高いのかって言われたら、実際、まあ、そうでもなさそうだなっていうふうに思います。で、まあ、これに関してはですね、まあ、メインチャンネルと、サブチャンネル、これ両方合わせた金額が大体ね、まあ、その先月、上場企業の、サラリーマンの、ボーナスの、1.5 倍ぐらい、だったりとか、します。で、まあ、その僕の場合ね、じゃあまあ、収益源って結構複数に分かれてたりとかするんですよ。で、まあ YouTube もそうだし、で、あとはその配信での、まあ僕よくあのインターネットでライブ配信っていうのをやってるんですけど、YouTube ライブ以外のところね。で、そこでのまあ収益もあったりとか、で、あとはですね、まあ株取引の収益であったりとか、あとですね、まあその本業、まあ本業僕、まあ広告代理店やってるんですけど、で、その広告代理店の方の、まあその売り上げ、とかも、まあ、あったりとか、まあ、します。で、まあ、その広告代理店の方は、まあ、会社でやってるのもあって、そのじゃあ、売り上げが全部ね、じゃあ自分の収入になるかって言ったら別に入らないので、で、そこの部分はですね、正直言って、まあ、その割愛させていただきたいな、というふうに、思っております。で、まあ、ぶっちゃけたこう、ことを言うと、じゃあその YouTube よりも、じゃあ何で収益が多いんですかって言われたら、先月の場合はね、正直僕は株取引の方が多かったです。はい。で、まあ僕自身結構ね、デイトレードとか、まあやってたりとかするんですけど、デイトレードって、まあ結構ですね、まあ一日でこうお金がその動いたりとかすることが多かったりとかして、で、まあそのコロナの影響で、株価がこうグッてこう下がったじゃないですか。で、まあそれでこうすぐシュル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 って言って、まあ株価がこう日経平均とか見ると上がってきたでしょ。で、まあ僕自身が、まあ先月ね、こうあの株のそう取引の収入がめちゃくちゃ多かったっていうのは、そのコロナの時期にこう下がった、ね、株を買ってたんですよ。で、それがこうスルスルスルってこう上がって、で、先月、まあその一部こう利益を確定させたのもあって、で、それも一応収入に、まあ、含めたということで、ございます。だから一応ですね、今僕自身が、まあ、やってることっていうのは、まあ、YouTube もそうだし、ライブ配信もそうだし、あと株取引もそうだし、で、あとはですね、まあ、会社の方も、あるんで、まあ、この4本立てで、まあ、一応ね、仕事を、してたりとか、まあ、しています。なので、まあ、その収益に関してはね、結構まあそのどれもなんだけれども、まあ、波があるので、まあその先月ね、こ
こう得た収益が、これ1年こうずっとこう続いているわけではない。ということで、はい、皆さんにご理解いただけたらなというふうに思っております。で、YouTube って、じゃあどうしたらじゃあお金を稼げるんですか？YouTube で稼げるようにするためにはどうしたらいいんですかっていう質問とかをよくね、こう聞かれたりとかするんですけど、僕自身がよくアドバイスをすることがあるんです。で、YouTube をやるときに一つのジャンルをね、こう極めるということが非常に大事だという話をよくするんですね。で、これからどんどんね、こういろんなその芸能人が YouTube に参戦しています。で、そうなると、今までこう YouTube でエンターテイメント系の動画を出してた人たち、結構苦しくなってきますよ。で、そうなった時にね、じゃあその芸能人 YouTuber とかでも真似できないようなジャンルっていっぱいあると思うんです。まあ、例えばですね、まあその麻雀とか、まあ僕麻雀大好きなんですけど、麻雀とかね。で、あとは占いとか、ね。あとは、まあその車。まあ車結構言いそうだと思うんだ。あと野球とかもね、結構ね、やってる人たち多いよね。で、野球とかサッカーとかね、バスケットボールとか、こう何かこう一つのジャンルにこう特化した、こう YouTuber っていうのは、芸能人 YouTuber が来ようが。で、今後ね、YouTube 界で何かその大きな変化があったとしても生き残れたりとかします。で、なんでそういうジャンルにこう特化した YouTuber がものすごい強いのかっていうと、これ YouTube だけの収入にこう留まらないんですよね。あの人たちって。で、それ以外にも、企業案件っていうのがめちゃくちゃ来やすいんですよ。ね。例えば、じゃあそのね、占いをやってる YouTuber さんとかであれば、まあ電話占いをやってるような、まあ会社とかがあったりするじゃないですか。そういうところがね、ちょっとうちの電話占いのサービスを宣伝してくれませんかって言って、ね、オファーかけたりとかするし。で、野球の YouTuber であれば、野球道具を、ね、その作ってるところとか。まあ、あと、そう、野球関係の、まあ、システムサービスをやってるところとかが、ね、ぜひうちのサービスを宣伝してください。お金払うんでって言って、企業案件がすっごい取りやすい。だそういう部分での収入とかもあるしね。あとは今あるけど、オンラインサロンとかね。オンラインサロンっていうのは、まあそう、月額上で、まあやってる、まあすなわち、まあファンクラブみたいな感じですね。まあそういうなんかサービスとかも非常に使いやすかったりとか、作りやすかったりとかできます。なので、まあそう、YouTube で今後やっていきたいなら、何かその得意なジャンルをね、一つ見つけて、何か作って、で、それに特化したらですね、YouTube 上で勝ち組になれると思います。まあ、こんなことを言ってる僕がね、そういう何か一つのジャンルを極めてるわけじゃないんですけど、でも個人的には、こういうやり方の方が、生き長く、末長く YouTube で、やっていきます。ということで、まあ、本日の、動画なんですけれども、もしこの動画を見ていいと思った方は、グッドボタン。あとですね、これに関して何かですね、まあ、質問であったりとか、何か意見とか、何かですね、コメントとかがあったりとかする人はぜひコメント欄の方にね、誹謗中傷以外で、書いてください。で、あとチャンネル登録の方、ぜひとも、よろしくお願いします。というわけで、以上、水にゃんでした。